サーキット走らせてる仕事ほとんど変わらないです。ちょっとまあ今回せっかく走らすんでデフの方だけちょっと変えてきたんですけど、先ほどちょっと乗ったらなんか曲がらないって感じがしたんでちょっと危ないなと、特別賞を狙ってきます、はい、もうハンドル切れば曲がる、流そうと思えば流れる、そのままキープして旋回しようとすれば旋回できるっていう部分はもうとことんやってるんで、そこの部分が最大の強みです。まあこれで負けるとかなり恥ずかしいんで、プレッシャーはプレッシャーなんですけど、任せて曲がれ。前に曲がらない曲がらないってボロクソ言われたんですね。曲がるセッティングを見つけにですね、わざわざ日本海の方のなんか秘境まで行ってセッティングしてきました。これでね曲がらないって言われたらもうあとはやめるしかないかな。インプレッサーっていう車がこの群祭ではですね、いつももうカス扱いされてたんですけれども、今回ちょっと、群祭で試してみたいなと。これ何が違うかというと、こちらが純正ですね。こちらがうちの加工したナックルです。これ何をしてるか、まずはやっぱりうちの売りである足回りですね。足回りがどんだけ今回変更したことによって、どのように変わったか、でフィーリングどんだけ変わったか、そこをちょっと確認したいです。こう振り回す楽しさっていうんですかね、コントロールしてる楽しさ、まあ、そういうとこやっぱりもう GTR とは違うんで、乗っかって楽しい車です。エクソンさんのエアロをつけたのと、まあショックは HKS さんのハイパーダンパーの、まあ、試作品なんですけど、まあ、つけてきて、トルクがすごいある車なんで NA で。バトルロワイヤル in つくば。フットシグナル点灯スタート。ロケットスタートが決まった。一気にトップで1コーナーへ。その模様を車載カメラでリプレイ。することが少ないのが4区のメリット。バトルは安心して見られます。
知った。しかしまた復活。バトルは3ラップ目に突入。 GTR 同士のトップ争い。ここまでは全くの五分。バトルは後半勝負。何それ危ない危ない。でもコーナーは早いよ俺の方が。ほら、バトってる間に追いつきたい。アラさん、そこ違うでしょ。あなたそこ違うでしょ。さすがインフィールドはめちゃ速い。もう追いついた。ストリートタイヤという特別ルール。ここから先をどう持たせるかがポイントとなる。フロントが辛くなってきたか。 NA マシンでは言う。
チェッカー。バトルロワイヤルインつくばを制したのは森の学ぶの男スーパー GTR1000。 2位は MC は抑え切った。危ない、これは爪危ない。4区持って後ろから行ってこないと。